KB バススペースアロー富士 1MKB バス株式会社はかつてバス事業を行っていた関東バスの完全子会社東京都中野区東中野5丁目23番14号に本社を置いた1998年1月12日に関東バスの夜行高速バス部門の分社化により設立されたその後関東バスからの路線上と管理委託 新規路線の開設により、一般乗り合いバスの営業も行っていた。しかし、再び、関東バスに、バス事業を統合することとなり、2009年11月1日の、始発便より全路線の運行を、関東バスへ引き継いだ。なお、当社については、生産を行う。2009年11月1日、高速、一般全路線を、関東バスへ移管。 内は共同運行会社。新名町線100人朝鮮 KB バスに在籍していた一般路線車両所属車両は全車が中型、小型車で関東バスのように大型車の配置はない。一般路線車で2004年以前から在籍していた車両は全車が関東バスからの移籍車両である。中型2ステップ車や小型1ステップ車が該当し、 2002年の100人町、1000開業時には小型ノンステップ車も導入した。2004年からは警備バスも直接新車を入れるようになるが、2005年の大雨で210台1台が廃車。2007年には関東バスから700台2両が遺跡玉月で600台が同数台転出するなど、ここ数年は車両の移動が激しい。2008年には、 五日市街道営業所から中型車が転籍し、玉月で210台全車が廃車された。2009年10月31日時点での在籍車両は中型、小型ノンステップ車と600台1台のみである。これらは11月1日より関東バス席に戻された。バスラマインターナショナル、ナンバーワン17、87ページより2005年9月の大雨で、 車庫前を流れる妙正寺川が溢れて水没したと言われている。210台は関東バス丸山に4台が引き続き在籍していたが2008年に1台が阿佐ヶ谷へ転出2009年に3台が除籍され丸山での配置がなくなった。210台は残る2台が五日市街道に在籍したが2010年に廃車。ありがとうございます。